ですね、震災後初めて校舎に入ったので、まあ、意外と本当に綺麗な形のまま残ってるのがすごいもったいないなって感じたのと、ね、あとはまあ、いろんな思い出がこう蘇ってきてちょっと悲しいし寂しいですね。たくさんの思い出を胸にこれからも頑張っていきます。本当にありがとうございました。そしてさようなら。平成24年10月19日Okay.